はい、ということでね、今日はね、またキャンプグッズを紹介したいと思います。ね、ちょっと待って。うわー、でね、今日は何を紹介するかっていうと、またね、Amazon から届いてるんですけど、以前にね、こういったものをね、紹介したことがあると思うんですよ。これ何だか分かりますかね。これランタンなんですね。まあね、ここにちょっと以前紹介した時の動画貼ってあるんですけど、ね、ドッペルギャンガーのね、これ1500円ぐらいかなのランタンなんですけど、こうね、こう伸び縮みしてこうスポットライトにもなるっていうランタンなんですけど、これのね、ちょっといいやつが出たんでね、早速買ってみました。では早速ちょっと開けてみましょう。はい、今日紹介する商品はこちらです。ね、何にも書いてない白い箱なんですけど、裏を見るとね、はい、ドッペルギャンガーポップアップランタンプロ、これはポップアップランタン、こっちはプロですね。早速じゃあ中身見てみましょう。こんにちは。プチプチに包まれております。もう一回こんにちは。さあさあさあ、おー、黒い、黒いです。もうね、もうちょっと違う感じ分かりますかね。あ、細かく見てみましょう。はい、この赤い方がね、ポップアップランタンで、この黒い方が新しいポップアップランタンプロって言われるやつになりますね。似てはいるんですけども、違い分かりますよね。このね、普通のポップアップランタンはまずこのね、持ち手がね、プラスチックなんですよ。こうね、パコって出てくるんですけど、プロの方はですね、これ見えますかね、金属になりました。そんなにね、ハードな使い方をしなければ大丈夫だとは思うんですけど、やっぱりね、ちょっとプラスチックだと心配な部分がありますよね。それが、金属になって丈夫になったと。まずはそういったところですね。はい、それで、よいしょ、こう回すと、こうね、電池が入るところがあります。はい、プロ。はい、プロもね、同じように、ちょっとまだ電池入れてないんですけど、まあ、こう同じじゃないですか。同じじゃないですか。一見同じなんですけど、実はね、これただの蓋。こっちはただの蓋。こっちはね、ここね、DC って書いてあるがあるんですけど、ここを開けると、こんにちは！穴が開いてます。実はね、こっちの本体の方にここにね、穴が開いてるんですよ。さっきの DC を開けるとここの穴が見えるんですけど、これっていうのが、こんにちは！これをつなげる穴なんですよね。はい、USB ケーブル。実はね、これ USB でつなげて光らせることができるんですよ。でね、ただし、これ自体にバッテリーが内蔵されてるわけではなくて、ここにね、エネループとかのいわゆる充電式ニッケル水素電池ってやつですね、を使えばこの USB 充電が可能になると。ただ一個だけ注意しなきゃなんないのは、電池が充電が満タンになったからって自動的に止まるっていう機能がついてないので、その辺だけね、ちょっと注意が必要みたいです。ではね、続きましてね、裏の方を見てみます。こんにちは。はい、まあ比べてみましょう。もうすでに違いがお分かりかと思うんですけど、まずね、大きいです。そしてこっちはもう本当にこれをね、こう開いたり閉じたりでここの光のね、太さが変わるんですけど、こっちはですね、これ分かりますかね。要するにこの畳んだ状態でここのね、レバーでね、光のね、太さ、範囲、照射範囲を変えられるわけなんですよね。まあ、使わないは別にしても、これ意外と便利だと思うんですよ。トイレとか行くときにこうね、ちっちゃいから持ってくわけなんですけど、あんまり細い光だと見えづらいじゃないですか。だからこうちょっとワイドにしてやってね、こっちか、こうワイドにしてやって照らしてやればね、結構使えると思うんですよね。
はい、それではね、早速ちょっとつけてみましょうか。で、電源ボタン長押しになります。オン。こんな感じです。はい、これね、今、スポットライト LED のライトにして使ってるんですけど、さっきのね、このズームレバーを回すとこうなるわけです。こうね、このピンポイントでの光からこうワイドな光にね、こう照らせるわけですね。はい、でね、今回からちょっとね、光の強さの段階が増えたんですよ。まず今この白色のね、今日ですかね、なんですけど、一回ポチッと押すと、まあ暗くなります。もう一回ポチッと押すと見えないな、アンバー色になります。実はこの古いタイプの方は、色によってね、これ今こうトリコロールカラーなんですけど、黒オレンジのモデルの方は白いライトで、このトリコロールカラーの方はアンバー色なんですよ。で、今回のモデルは、このプロモデルに関してはここのスイッチで色を変えられると。こんにちは。ちょっと照明消しますね。はい、わかりますかね。スイッチオンで白の強で、切り替えスイッチ、まあ電源ボタンをポチッと押すと、白の弱で、もう一回押すとアンバーの強といった感じになってます。ちなみにこっちのモデルはアンバーで強弱があるんで、弱いアンバーで長時間照らせるんですよね。で、こっちは白色の強弱はあるんですけど、アンバーに関しては、強のみになってますね。で、まあ気になるのがね、実際これどのぐらいの明るさなんだよというところだと思うんですけど、ちょっとね、部屋の照明を消して確認してみようと思います。一回消しますね。それではちょっと部屋の電気を消します。で、まあ身近にあるもので一番比べやすいライトというか照明っつったら、やっぱりね、これなんじゃないかと思うんですよ。 iPhone の、バックライト、このね、ここのバックライトと比較したら明るさがどんな感じか分かると思うんで、ちょっとやってみましょう。では、電気消します。はい、ではね、ちょっと iPhone の、バックライトをつけてみますね。こんにちは。はい、こんな感じです。これが iPhone のライトですね。さあ、そこにドッペルゲンガーのランタン、これ今日で一回つけてみますね。こんにちは。どうでしょう、どうでしょう。ちょっと iPhone 消します。つけます、消します、つけます。今これはこう立ててますけど、 iPhone となんとなく同じ感じじゃないですかね。うん、これちょっとジャックにしてみますね。ポチッと、これジャックです。ジャックこんな感じです。で、アンバーにしてみます。こんな感じですね。ああ、ほら、キャンプとかにはこのぐらいがいいでしょ。 iPhone アンバー、アンバーにするとやっぱ白色のね、 iPhone よりちょっと暗く見えるんですけど、ほら、こんな感じですよ。で、これをウィーンと閉じる、閉じるとこうなるわけなんですけどね、こうね、ハンディというかね、まあ、なかなかこんなちっちゃく使う人はいないんじゃないかと思うんですけど、よいしょと、まあ、こんな感じに使えるぞという感じになってます。はい、ということで今日紹介しましたのはドッペルギャンガーのハンディランタンプロの紹介でした。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。